攻撃能力って何？おー、難しいこと知っとんな。それはな、まだ攻撃されるかどうかもわからんのに、いっぱい武器を買うて準備しておこうということなんじゃ。へえ、どこから買うん？アメリカからトマホークを買うんじゃ。何それ、ミサイルじゃ。ミサイル言うたら戦争で人を殺す武器やん。そうじゃ、日本は戦争をしませんって憲法で約束しておるのじゃ。そやけど、もし攻められたらあかんし、武器はよーさ持っとかなあかんのと違うの？それはどうかな、ミントちゃん。ミントちゃん、無敵の国ってどんな国だと思う？そら、どこの国にも負けへんくらいよーさん武器を持ったら無敵の国やん。いやいや、そうすれば相手の国も武器を持ったぎょうさん持つぞ。ほんなら、もっともっともっとぎょうさん持ったらええやん。そしたら相手ももっと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 ぎょうさん持つぞ。それではいつまでたっても無敵の国にはならんじゃろ。ほんまや、ほんまにそうやね。本当の無敵というのはじゃな、無敵、敵がいない国じゃ。平和を愛し、どこの国とも仲良くして敵を作らない、敵がいない国が本当の無敵の国じゃ。そっか、そうやよね。日本共産党はな、日本国憲法に書いてあるように、問題が起きた時は武器を使うのではなく話し合いで解決しましょうとずっと言い続けておるんじゃぞ。へえ、そうなんや。日本共産党って偉いやんか。日本共産党の無敵は素敵じゃろ。無敵は素敵、無敵は素敵、無敵は素敵。なんじゃ今の音は。無敵は素敵言ってたらステーキ食べたなって。ミントちゃんは食いしん坊じゃの。ステーキは無敵。これこれ、話が違っておるぞ。